はい、プレイしていきたいと思います。セブンデスというわけでね、ちょっとね、フリップ強えなーって思って予約しながらのスタートでございます。やってみましょう。空母からの脱出ですね。前回、環境、甲板環境合ってるか。もう登って、さらに下って、だいたい終わりましたよと、探索が。で、多分、もう、船全体回りきったんじゃないかというぐらいに結構いろんなところを、巡りました。なんで今日はどこ行こう？どこも行ってない場所ってあんのかな？とりあえずね、あれはやってみたいと思ってるのがありまして、鍵？お？なんで俺ここいるんだ？あー、そっか。そうだった。昨日ここの壁ぶっ壊されて、あっちっちになってたんだ。そうだよね。ちょっと、ノラフォード怖いよねっていうところからスタートだね。で、とりあえず後ろにこのロボットちゃんと釘抜きハンマー持ってって届けようというところっすね。ついでに、探索をして、あさり損ねているのがあればあさりっていこうか。下はよく通ってるから上通っていこうかな。迷子になりそうな気もするけど。行きましょう。で、コメントありがとうございます、皆様。もう、楽しい。懐かしい動画のコメントが結構前から見てくださってる方がたくさんいて嬉しいです。動画開始20秒で地雷踏んで、うわいうわいコメント読んでたのに、ちょっと邪魔しないで。邪魔しないで。待って待って待って。結構強いこいつ。空っぽだしさ。地雷踏んで爆散した動画見て爆笑してましたって。懐かしい。どの動画だろう。あ、待って、危ない危ない。またこいついる。ちょ、待って、やばくない？今日ちょっと慎重に行こう。ちょっと気緩んでるよ俺。死んだら終わりだからね。ワンライフだから、このシリーズ。ちょっとご飯食べていこう。脱出、ここまで来て脱出失敗しましたね。ちょっと許されんから、悲しすぎるから。ちゃんと弓で、この弓強えな。ってことはやっぱコンパウンド棒欲しくなるよな、こうなったら。作れんのかな、まだかな。無理だよな、起きてたもんな、もう。何が欲しいっつったっけ、前回。なんか欲しいの一つあったんだよ。あれだ。なんて言うんだろう、あれ。名前で出てこねえな、絶対これは。見ないとわからん。このスパナじゃなくて、回収ツールか。回収ツールの本だね。この、衝撃ドライバー、インパクトドライバーってやつを。作れるようにならんといけんから。レベル高いやつをね。そうだよね。フェラルじゃない。そうなんだよな。弓矢売ってるのめんどくせえしな。こいつ名前がさ、ちょっとフェラルっぽくて嫌いだよね。これでワンパンできないの？どうなってんだろうな。なんでバグってるよな、多分な。ハイマックダメージの。うわ、こいつあれだ。ペラルだ。ラッキー。ヘッショットワンパンがあるからいいな。弓だな。他にも、奥とかから絡まれそうな雰囲気を感じたんで弓にしましたが、そんなことなかったようです。そろそろ後ろ着く？また。燃料はいいや。椅子も取って。ゾンビいるね。こいつのフェラルはまだ出ないんだよな。今のところ工事員と、工事員か。工事員ぐらいかな。フェラルとしてまともに出会ってんのは。
降りるしかないですと。この後ろにゾンビいます。3匹フェラルでは、あ、いたー。噂したらいたー、フェラル。よいしょー。どの本だ。ワイヤリング、ワイヤリング、ワイヤリング、あれ？なんで？なんでスタックできないんだ、この2冊。謎。同じ本なのに違うことになってる。謎だね。すぐ迷子になるからな、マジ。もう危険だわ。ちょっとここ気になるってなった。もう迷子だから、迷子始まるから。でもちょっと迷子になりたい感がないわけじゃない。走ってる？走ってない？おー、やめろよ。やめろ。絶対やめろよ。絶対ミサイル殴るなよ。頭が飛んできた。生きてる？こっちの先ちょっと気になる。アイテム置くだけ置いてこようか。俺の予想はこの先、あれ、もう一区画あったわ。俺の予想と違ってた。俺逆走してたりしないよね、方向ね。残忍だ。残忍はね、パワーアタックで、頭を、物理破壊しないと。おえここら辺ゾンビいるな。まあ残忍だ。残忍はやるしかない。ここら辺来たらここら辺にもいるんだよな。よいしょ。多分反対にもいるから。いない。奥にいる？ハンマー。残忍。お、食らいすぎ。ここ2個食べます。ちょっと良くないな。まだいるな、ゾンビ。後ろに来たわ、誰か。やばいな、なんか。やっぱそうだよね、なんか変な感じしたもん、今。誰かよくわからん音がしたら、こいつのことが多い。フェラルは 21？ よし。後ろ来ましたよと。ゾンビいそうな音してたんだよね。どうしようかな。どうしよう。どっちが安全かもわかんなくなっちゃったからな。ごちゃごちゃ爆発するしな。落ちたら食らうのかな。感電っていう、なんていうの。汚染ダメージみたいな。放射の汚染ダメージみたいなやつ。お、鉄。鉄ありがてえな。エスクラップ案件ですね。うわ、それ大事。いっちゃん大事。どうしようかな。エスクラップ案件でいっか。ネイルは使わんもんな。これはさっとこう。下か。2匹ぐらい来そう。走ってる。1匹だね。2匹いそうな音が聞こえた気がしたけど、気のせいだ。ね。やめるのあったくね、今。お、いいね。自動小銃で。ダメージアップ。激圧。よし。一旦トレーダー行くか。一旦トレーダー行って。
りやすいようにしとこう。あ、石だ。この世界で石は貴重。あ、ここにあれがある。待って、ここ犬いても不思議じゃない。ここフェラルホール当日にここ犬湧くから、ちょっと気をつけないってやばいよね。なし。イエス。ヒットレーダー。これリペアしとこう。OK。紙を売りますと。OK。で、椅子は持っていくし、スチールあったら買っていくわ、逆に。あれはないか。ないね。ツール系ね。うん。回復は買っていこう。鉄はあるけど、スチールはないって感じかな。粘土はないか。発電機とかいらんよな、さすがにな。発電機買っとくべきなのかな。でも発電機やってもエンジンないとエンジンかからんけど、エンジンも必要な気がするんだよね、いつか。ならんかな、必要に。対フェラルフォードチェストはどれかわからんっていうね。とりあえずここ石入れといた方がよいから、入れといて、どうしよう。まあどうしよう、あそこ 100% 頼っていいのかが不安になっちゃったな、マジで。いやー、うわー、ここは迎撃するからさ。でもこことあそこ同じぐらいになんか壊れやすい確率がある気がするんだよな、もうこうなったら。ちょっとやばいよね。いやでもあっちに貯めていくしかねえよな。これどこに置いたか忘れちゃいそうだから、ここに置いとくか一旦。置いとけばもういいだろう。でハンマーもなんかどっか分かりやすいところ、こことか。よいしょ。見えるかな？こうしとくか。こう見るはずだから、その時にこれ目に入るはず。よし。木買っとくべきかな？木は買うか。ここじゃ木手に入らんし。よし、あふれちゃった。買いすぎ。買いすぎ。あふれるほどはいらんかったな。こうかな。うん。で、まあ、あっちで燃やして、鉄にするか。電池。さて、どこ行こう？あんまり行ってないとこ行きたいけど、どこに行ってないかがちょっとよく分かってないんだよね、自分でも。だロックピック使うところをちょっと巡りたい感はあるよねっていう話をさっきしてたよね。ロックピック使うところってことは武器がいっぱいあるところになるのかな。んだったら意味ない。鉄がいっぱい欲しい。鉄をいっぱい加工しなくちゃいけない。アーマークラフト。食べちゃう。スクラップ。スクラップでいいか、皮。あ、これ木なんだ。食べちゃおう。鉄だよな。鉄無限に手に入るとこってないもんね。ゾンビが鉄持ってくるわけじゃねえし。一旦ゾンビ倒してレベル上げて、敵も強くなんな、そしたらな。外か。いや、外は掘っちゃダメだったもんな。今、粘土取れるかなとかちょっと思っちゃったけど。俺さ、今イベントで入らんか。
船がいっぱい並んでるとこあったじゃん。あっち俺最近行ってないなって思うけど、あれがどこかわかんないんだよね。船がいっぱい浮いてる場所？絶対こっちじゃない気がするんだよな。いつから？いつからどっから？エレベーターコントロールだって。ここなんかよくちょくちょく通る気がするね。鉄。ゴミ袋か。ゴミ袋って大事だな。ゴミ袋携帯1。ゴミ袋って湧いてる気がするよね。湧いてないのかな。復活してんのかな。あー。ここ全部回ってないかもね。どっち回ってないっけ。お？ここは？ここ全部来た？読める。こっちは？うい、びっくり。わからんな。うわ、長い。どの方向も長い。これ一周して帰ってきた俺は、もしかして。さっき俺が通った部屋な感じしない？めっちゃするね。椅子持ってっか、一応。じゃあ、右に行ってみようかな、たまには。ゾンビがいて終わりか。3人だわ。ここなんだ。これ、あ、構造か。まあ、ないよりいいかな。正面行けばいいのかな。左から来たもんね、今ね。で、右もさっき通ったもんね。あ、右の右行ってねえな。ここ多分さっき通ったところに繋がってるもんね。そこ逆にあれ？いや、でもこっち行ったら、これがさっき来たルートで多分。多分毎回殴ってそうだから、殴らんくていいや。トレーダーマークがあるね。後ろに来ちゃってね。これさ、真下なのすごいな。なんでここ殴られた跡があるんだ。どう？どっちもいない。上に参ってきて、今上結構歩いてるからね、今ね。だってトレーダーが下にいたからね。で、これがさっきの崩れたところの正面。そうですね。うわ、ここ立って入れない。よいしょ。おお、なるほど。じゃ、一回ここ、ゾンビがいるかのチェックだけしといて。あれ、待って、この部屋。この部屋、出入り口あそこしかない？もしかして。そんなことなかった。スクラップはできないか。目の前に階段あった。とりあえず、このチェスト開けてみるか。よし。ふう、水飲むか、水。いやー、ガチャガチャしすぎだって。ほい、言います、あげます。てれ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 ん、
紙でもアローレストあり、アローレストありじゃね、これ矢速くなるんだっけ、命中が上がるだけ、命中率が上がるだけだね。一旦これとこれとこれしまって、アロー取って、これを改造してこれとこれをつけると、で、どこからかな、これいらないよね、捨てちゃっていいか、あとはこれも捨てちゃっていいな、よし、じゃあこのまま下降りてみるか。カバンはさった。コーヒーな、ないよね。カバンはさった。おや、起きそう。から。これ爆発エリア、もしかして。爆発エリアだ。なるほどね。じゃあ帰ろう。まだ全然、全然、これ後ろ前、多分こっちが前だ。まだ全然後方にいたわ。あれ、ちょっと待って、俺右と左勘違いしてたかもしんない、もしかして。ん？いや、右と左勘違いしてねえよ。あ、してるわ、してるわ。これ縦に崩れてんだこいつ。これが後ろで、こっちが前。お、これ横に崩れてるもんだと思ってた。そうだろ。うーん、めんどくさいのに開けちゃった。いやー、めんどくせえ。よし、どこ行ったあいつ。はい、もしかしてこれ隙間に入った。違う、あれ、やっば、出血とかねえもんな。うわ、めんどくさいことなった。行方不明作ってしまったわ。これの中でガンガン言ってる、もしかして。どこは、意味わからんって。ハゲタカ、壊してよ今。やばい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 、だるいことなったって。嘘だろ、嘘だろ、あいつはフェラルじゃない、あいつもフェラルじゃない。待て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 、よいしょ。どうしよう、破壊工作がどんどん進んでいく。あいつの、この船は見つけたゾンビを全部倒さないと。あ、変なとこに穴が開いて大変なことが起きてくるの。どこにいんの、え、あいつどこ行ったマジ。あ、ここの下なんだよ。また壊した、なんか。What？ はい？ん？ちょ、やばいって。工作が、え、何、どうした？あいつこっちから下にジャンプしたのまで見たよね。ここら辺ジャンプしてたよね。こっから俺があそこにいてたどり着くといったら、こっから回り込むぐらいしかね。ここ
こら辺でジャンプしたのか。反応がなくなった。うわー、なんかそこら中穴開けられた音がしたからだるいな。当たったし。マジか。あ、倒したわ。こっちが、この逆だ、俺が行くべきところ、こっちだ。こっちに行きまーす。行けないんじゃね、これ。これ意外とすぐ行き止まりだなーい。すんごい。ちょ、待って、これまずい。これまずい？ジャンプあんまりスタミナ減るからやりたくねえ。やめとこう。防護壁。うん、まっすぐ行こう。それゾンビじゃね？まあ、ゾンビです。しかも残忍です。うわぁ、必勝逃した。OK。夜になっちゃった。うっそ、犬だ。よかった、上にいる時で。でも問題は当たらない。やばいやばい。一匹倒したけどルート開拓走った。あいつらどうしよう、どうしよう。うわだる。あ、帰ってきた、帰ってきた。違うね、これもう銃だな。うるさくてゾンビ起きたって構わない。犬が変なところで穴開けまくるよ。全然構わない。あと一匹。うわ、このゲームあれだからな、敵が出血で死ぬとかねえからな。運動案じゃ。あと一匹。どこに行った？降りるか。あの山の中掘ってるわ絶対に。俺のゾンビ全部倒してるからもう起きてこないはず。なさってる場合じゃないか。雪だからな、柔らかいんだよね。違う、変なとこが来そう。よし、来る。あ、ゾンビ来るな。ペラだこいつ。嘘だろ、銃声されたのに来ないんだけど。犬が来た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 。よし、ふう。ただ問題はこれが原因で野良ホードが発生しないことを祈るしかないな。結構ヒートチームで上がっちゃったな。んちゅう撃ったもんな。だいぶだいぶ撃っちゃった。うーん、どうしよう。これかな。羽は捨てちゃっていいか。三発矢を撃ったもんと思えばいい。ねえか、ねえだ。これは集めよう。水がないからさ、接着剤作るに作れないんだよな。どっちにしろ、皮絞っぱいいよ。よいしょ。脂肪、まあご飯には困ってないしな。そうだよね、毎週あそこでエラルホードのとこの犬でどうにか持つっていうね。よいしょ。一旦ここあさってみるか。この足場結構おいしい説がさっき
てた俺の中で。対してか。絵はされたっけ、あさったかな、覚えてないな。おーおーおーおお、大事大事。お、まだ継続。このライト怖いね。わかんない。あ、いやー動くけど何もできないって感じですね。よし、アミデポット2。いそうだね。あ、違う、空間じゃなかった。これなんかありそうじゃね、さっき。あ、違う、ありそうなにも甲板からのルートがあるのか。じゃあこっち行くか。で、切れてるところか。なるほど。これどうなってたっけ。どうなってるもこうなってるも閉まってたわ。よし。前回のルートで、でもしまいますと、後で売ればいいからね。回復もいっか。ご飯とか飽きれた時に買えるか。ちょ、どうしよう、鉄溶かしても。ヒート値ってさ、文字動かしてもヒート値進むじゃん。あれって俺がいないところでもヒート値は増えていくのかな。ちょっとそれ気になるよね。まあ多分増えるだろうな。ほら、落ちるとこだった。犬っていないよね、甲板真ん中ぐらいにしか。あのチェスト行ったことないから行ってみるか。最悪10打ってもいいという感じの心を決めて行ってみるか。あそこいろんな犬がいるからちょっと怖くて行かなかったんだけど、ちょっと逃げルート確定させてから行くか。クロスボウとこの弓どっちが強いんだろう。あの箱のとこだね、あの箱。なんでこの飛行機をちょっとルート確定させて。あそこのチェスト美味しそうな気がするんだよね。あのゴミ袋光ってなかった今。気のせい？よいしょ。俺がやらかしたら、うわ、でもやだな、多いのこの。いやだけどしゃあないか。階段ぐらいでいくか。よいしょ。で、上もチェック。あげたかな、なし。隣のもチェック。あげたか、なし。ミサイルチェック。あ、すげえ、武装が違う。よし、じゃあいきますか。出血ダメージ、パワーダックの場合 40%、 コンボに装着可能です。コンボ使わねえんだよね。リロード、リロードされてなかった。よし、多分こっちの方が強いね。72。奇襲ダメージ。どっちも2倍。よし、行きます。あの箱だ。わかんない。武器箱っぽい。電気箱っぽくね？いや。絶
対いるんだよ、ここに。ほら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 。多いな、さすがに。よかった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 。大丈夫大丈夫だ。あ、今、目光ってなかった、あいつ。やばいな。どれが頭かわからんくなってきたな。え？起きなかった？死体に当たったのか。やばい、2匹はいるぞ、これ。フェラルっぽいやつが。やばいな、2匹いるぞ。くそ、肉ちょっと集めたいと思ったのに、2匹いたらちょっと話変わってくんな。ここいないぞ。あげたか。いるよね。イエス。あげとった。あいつは、あいつ噛まれたら一発で半分とか削れる可能性があるんだよね。マジで警戒しとかんと。本当に一瞬に、一瞬の判断でもう銃を抜かないといけない可能性があるんだよね。いや、もうなんならこれリペアしとこう。このリペアしとこう。うわ、リペアキット、え？待って、これ鉄パイプでリペアできるパイプマシンガンって。ダメージ弱いんじゃね ?40、46。対して。待って、ここから見える？いや、死体だからだな、これ見えるんだ。よし。とりあえず。いや、ここに逃げたら、多分あれだな。やばいな。ここら辺もちょっとクリアリングしとくか。あいつら戦いながら、ハゲタカと一緒に戦いたくねえ。なんだあれは？あそこスタートだったっけ？それとも。違う気もするけど。とりあえず逃げ先はあっちってことなん、絶対。あ、もうやっぱ、デスポンしてるわ、あいつら、本体を。落ちてくるところをちゃんと見届けないといけないけども、俺は右にアイテムを漁りたい。よし。落ちてくるところを見て。2匹だけっぽいな、あと。2匹だけっぽかったね、今ね。さっきより HP 増えてるね、そしてね。どれだ？物理抵抗アップとか欲しかったかも。どれが頭か見えねえ。あの目光ってるやつやな、多分な。これだよな。おっ！待って、700ダメージワンパンでいけた、もしかして。嘘だ、まさかな。そんなわけが。死体撃ちばっかりしてる。あれ？あ、あ、待って。ま、やばい。なんか俺ビビりすぎてたかもしんないけども、一発でこんだけ削れたってことは、みんなに一噛みずつされたら俺は死んでたから、ちょっとなんかこの朝日っぽいのがすげえ。何この光ってる感じ。下から光が差してる。よし、とりあえず剥がすか。いや、これはビビって正解だよ。頭に当たったから、あ、なんていうの、あ、いや、でもこいつ違うよ、こいつだよな。これどこに刺さってるや。ワンチャン胴体一発だったりすんのかな。あれかな、俺もしかして動物に対してダメージアップがあって、
で、さらに倍率ダメージがあってみたいな感じなのかな。頭ワンパンで、なんていうの、クリティカルで飛んでたから倒せましたっていうわけじゃなさそうな。でもやばかったな。ワンパンで死んでない敵がいたら全部来てたわけだから。あの量は、さばけないよな、さすがに。と撃ってみるか、この武器。どんぐらい連射できるのか、テストしたか。あ、早い。思ったより早いぞ。タン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 。早いけど、マガジン小さすぎて一瞬だな、これ。意外と頼れないな。早いがゆえに10、20、15発、15発なんて一瞬で撃ち切るわ、この武器。もう、消炎。待って、あれ、ハゲたから。あ、あれもだ。今倒したやつが転がってるかと思ったけど。あれが倒したやつか。ここの下なんかありそう？いや、でも1マスだな、このスペース。ってことは入れないね。戻るか。先端なんかスペースもうちょいあるかな？行ってないスペース。ワンチャンありそうな気もするな。とりあえずトレーダーのとこ一回戻って、お肉焼いて、水確保して、アイテム整理して、一旦終わるか。チラッと次回のルートがあるかどうかだけ見て。そうしよっか。あ、でもこっちの、どうだっけな。ここじゃないな、もう一個下だな。ここの裏って結局なんだ？ここの裏謎くね？次回ここの裏探しに行ってみるか。あーっていう場所な気もするけども。ちょっとよくわからんもん。ここが2階層分あるんだな、このスペース。開かないもんな。来たらなんかあんのかな？開けないよね、中。やり。ロボット技術。このチェスト開けとくか。よいしょ。ゴミ。惜しいな。弓惜しいな。スクラップですね。もしかしてこれ弓材料が出る。あ、弓材料が出る。届くかな。ジャンプできんかった。ギリジャンプできそうだったのに。アロエか。ぽい。間違えてはワンチャン欲しい。ってワンチャン欲しい。捨てれるのなくね、ロケランパーツか。ロケランも使わねえよ、さすがに。やばい、こんなとこ行ったら迷子になるて。
迷子になっちゃうって、こんなとこ行ったら。で、ゾンビ来る。走りはした。すかした。こいつやばい。奥からも走ってきてる、一匹。よしよし。よし、一匹倒せば、ちょっと安心。スタミナ50しかない。よし。パータックどんだけ使う？ 25 ぐらいは使うかな。お、狼に対して10%ダメージはありがたいね。待って、完了したわ。なんだ今の。こっちっぽいか。狼に対してだから。ハンター違うな。ハンター、これだ。動物から多くの骨、肉、皮を収穫できる。まあまあまあ、良いのでは。悪くないと思う、全然。弓。一旦なんか、箱っぽいとこあったわ。ここにあったわ。これ改造できねえよな、多分な。ゾンビが起きたわ。なんでこのタイミングで起きた。よし。とりあえず試すか。ダメですね。色の。鍵かかってない、これ。この銃。横に鍵かかってなかった今。左側見えない 見えない。めっちゃ鍵ぶら下がってた気がするんだけど。一回ほらかかってるわ。なんだ何鍵かかってんだこの銃。フラッシュ用なんだよ。武器用なんだよね。いやー、ジリ55発。あふれるな。250だもんね、ワンスタック。矢を作るか。あれ、なんで石がないって感じ。石がないって感じですね。よし、もう諦めよう。うわ、いやもう朝出るのやめて、上行こう。帰ろう。トレーナーに行きます。こっちだから逆、こっちです。わあ、さりてー。なるほど。あ、これスクラップでよくね。あと、これダメかもしかして。鉄だ。よしよし。これは鉄なんだ。アーマーパーツになるかと思って、ちょっと、いらなって思ったけど。ノートなった。忘れてた。浄水器も取りたかったのにな。ウィル1。なに、微妙に1ずつしかないん？これか。よし。あれ、あされるんかい。あされないな、あされないでいいよって言おうとしたら、ちゃんとあされたわ。これ、いや、キープしなくていいや。ちょっとキープした意欲はあったけど。マジで嬉しいの来た。うわぁ、草中、この世界マジで草が貴重。
さあるかもしれないところ思いついたわ。あれ壊せば草になるのではって俺今思いついたわ。あーにゃん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 、これかな。よし、でしょ。あれ？ん？こっちか。こっちだった。よいしょ。ん？びっくりした。今地雷があったかと思った。懐かしいよな。あんなに前だったんだな。キャビネットとか。00キャビネット。あれマジで、今思ってもわけわからんことやってたよな。何ヶ月もかかってたよね。実は。会社から帰ってきてさ、キャビネットを積む前にして、謎の配信してたもんな。これで閉まって閉まって、ハンマーが欲しい。これどうしよう。草、ちょ、これ持ってきます、持ってきます、これ持ってきます。でこれこっちに入れます。矢尻とかの材料こっちで、どうしよう、鉄ちょっと溶かし始めてもいいかな、迷うな。売ります。どうしよう、添え木は買っといてもいいかな。ウォーターフィルターも買っとく。意外とダクトテープ120ってね、たまりそうなぐらいにダクトテープ拾ってはいるけど、26か。ウォーターフィルター買いだな。でもな、あ、足りるか。これ全部消したら出てくるんだよな。そう、買おう、買います。マグナム執行者、どうしようかな。水買う？水1個がダクトテープ1個だと思えば、ダクトテープ売ってたりしね。じゃあ逆にダクトテープ安かったりして売ってないか、売ってなさそう。あ、粘土絶対買います。粘土貴重品だからこの船に置いて。セメントいらない、ウォーターもいらない。飲むか。よっしゃ、ちょっと木あふれたんで燃やしとくか。絶対燃やしすぎじゃないこれ、さすがに。さすがに燃やしすぎだよな。こんぐらいでいいか。鉄、いや全然足りなくね。今で100でしょ。どれだっけ。20% 安くなるから、え、どういうこと？ 100 作れます。20杯、120になる？違う気がするような。わからん、わからんけど、まあ700は圧倒的に遠いわな。レンチで鉄系の材料かき集めてくるしかねえ気もするな。待って、ダクトテープ布があればダクトテープ足りるやん。そうだよな、これがあればダクトテープ作るもん。あれ、あ、今あった、今あった、今あった。そうだよな、布、ワンチャンダクトテープのレシピ安くなるのがあるんじゃね。
まあ水はあるに越したことないか、もう一個作っといてもいいか、ダクトテープをちょっと使うにしても。どうせな。よいしょ。どうしよっかな。ここら辺なんか。ほんとここ扉つけてえよな。ここ俺前開いてたと思うんだけど、気のせいかな。気のせいじゃねえよな、触っちゃったからっていうことなんだろうな。そういうことなんだろうな。あ、開いた。こっちでいくか。ロックピック足りる？もうちょい持ってく？ちょっと迷いどころ。え、これもしかして、そっか、これ置くところ大変なやつだったか、もしかして。意外とスペースありそうでない部屋みたいな。で、あそこ壊したくねえしな。困った、困ってたわい。もう、あ、ここ行けそうじゃない？ここ行けそうだな。オッケー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 、これでいいやもん。ゾンビが出てきたと思うね。ほい、オッケー。あれ、意外と溜まりそう。ここより溜まりそうじゃね？だってそうでもねえよ。長くなったわ。よし。じゃあ一旦今日はここで終わりにしましょうか。次回が、うわ、またここ行くのか。これなんかさ、うわうわ、今気づいたわ。さっきのあれ、なんだっけ、ウィーンっていうやつ、タレットあれ持ってくれよかったな。あ、違うわ。別に自分でマーカーつけりゃええやん。見えるじゃん。見えるじゃん。マーカーがあれば俺が今どの位置にいるか分かるっていう、ね、自分。この部屋今日。境界じゃない、警戒。おいしい。いつかばん。いらんか。いらんわ。すでにカバンマックスだった。忘れ本は5000円するからな。忘れてちょっと振り直してもいいっちゃいいけど、そこまでするかって言われたらしないもんね。こっから先はゾンビいますね。倒してねえから、こっから先は次回かな。いやー、インベントリーちょっと多いな。次回にするには多いから一旦売ってくるか。よし。もうちょっと。もうちょっと。インパクトドライバーがせめて3ぐらいまで行きたいよな。よいしょ。いらないよね、63円。種買う？買ってくれるんだ。へえ。114。ガラスはさすがにいらんて。よし。オッケー。うん。で、ちょっと鉄パイプが欲しい、俺は。鉄パイプが欲しい、俺は。こっちじゃなくね。俺、違うのいろいろ詰めんかった、今。まあいいや。当たってる。大体合ってる。大体合ってる。もしかしてだけどさ。いや、違うか。違うな。前回のフェラルフォードこか。いや、フェラルフォード、上の、フェラルフォードじゃん。あの、リアクター発電機原子炉。原子炉のところのゾンビ復活してねって思ったけど。
よく考えたらあれだわ、ベラルほど終わってから倒した気がする。あそここれスタミナ消費よりやっぱりあれかな、こっち優先かな。 10% でかいけどな。でも気絶大事だよな、マジで。マジで気絶大事。なんなら気絶しなかったらこの武器使わないまであるもんな、俺。倒さなかった時に保険がかかるからこの武器がいいんで。この明るかったの。これか。ここら辺だったよね、明るかったの。あれ？ここもしかして。どっちでやってた？わからんな、どっちでやってたか。こっちだった気がするけどな。待って待って、なんでなんでロッカーにウェイポイントがついてんの。ちょっと待って、これえ、どういうこと。なんでロッカーにウェイポイントがつけれるの。もしかしてミッション的なのなんかあるのでは。あれ、次回行くとこ決まりましたね。ここです。 G1 3分の1ロッカー、ウェポンロッカー、これを探していきましょう。なぜかなぜかマップに表示されている。これさ、俺が書かんかったっけ俺が書いた気がすんなウェポロッカーここだっつって、なんか初期の頃に書いた気がすんな犯人俺か。うん、何回かも分かんねえんだよな。なんでつまんねえじゃねえか。ちょっとちょっとドキドキしたのに、ドキドキ返してほしいけど、ドキドキの犯人俺だわっていう。悲しいね。鋼鉄700。というわけで次回はちょっとコーヒー作るとこかな。コーヒー持って帰ってきてもよかったな。飲み物を確保しまくって、飲み物をガブ飲みしながら分解して歩くのもありな気がする。ちょっと分解しつつどっか行くか。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。静止化でした。ご飯も喉も渇いてるから食べと。多分待ちすぎだな。よし、もっち、うん、ちょっと石がアロを作ると50発ぐらい。よし、というわけでご視聴ありがとうございました。静止画でした。